暑いよね。どうも、村瀬でございます。行列ができる法律相談所見ていただいた方ありがとうございます。松岡さんの再現で、もうお分かりですね、この格好。お分かりなんですけど、分かる？お分かりなんですけど、これプライベートの松岡さんの格好。これですよ、多分イメージとしては。ハット、ハットのちょっと長めの長めの黒で白を着るという。だから今日はそんな松岡さんに感謝の意味を込めまして、はい、松岡正弘さんスペシャルということで、いろんなパターンの松岡さんのものまねをやりたいなと思います。行列ができる法律相談所ではスマホに変えた松岡さんというねやつをやってたんですよ。はい、知ってる？お前知ってる？なんですか？いやいや、もうこれすごいよ、このアプリ。なんですか？なんですか？相手が読んだかどうかね、わかるの。既読。既読。これですから。これですよ。2軒目どうするで、2軒目どうするで、焼酎を飲んだ時に松岡さんが言う一言。言っちゃいますね、芋のソーダも。痛いけど。硬い。硬い。硬いは意味わかる。硬いの意味わかる。なんか香水とか。あの、全然違う。じゃないです。全然違う。濃いかどうか。濃いか薄いかどうかで。あ、硬いかやばいか。硬い。これですから。ゲストを見送る時の松岡正弘さん。時をかけるでは売れたなと思った瞬間で、それはあれですよ、もう俺がモノマネをしてもらった時だから、俺のモノマネをしてる村瀬がこう出てきたっていう時に、要は俺がこうモノマネされるっていうことも世間に知られるっていうことだから、あ、この時俺は売れたなっていう、だから村瀬がもう出てきたっていうのがもう売れたっていう証拠ですよ。最高ですね。俺もテレビ見ながら気持ちいいですね。テレビ見ながら、ファンキーと思って。しかもその後に横山さんがね、村瀬くんも嬉しいやろなぁ。って言ってくれて、落とさないでください。3杯目を頼む時の松岡さん。そろそろ俺、あれ行きたいな、あれ。ジャパン。ジャパン1号。ジャパン1号。日本酒。松岡さん日本酒のことジャパンって最近の2軒目どうするだともう全部浸透して、はい、おつまみさんって言ってね、はい、つまみの情報とかいろいろ教えてくれる方も、はい、日本酒のことジャパンって呼びました。広まっていくんですから。郷ひろみさん以来のねジャパンなんです。女優さんに対してちょっと照れ隠しをしてる時の松岡さんの首の動き。え、あれでしょ、もうだからそうやって言ってさ、まあ、俺のこと好きになっちゃってどうすんのだって。ね。いいね。分かってから。これです。イメージは湧きます。イメージは。イメージは出ました。いいんですよ。2軒目どうするのがもう一番面白い。いや、面白いですね。あ、分かった。国分太一さんの。ツイッターに乗る時の松岡さん。ちょっと待ってください。嘘。それはこれはもはやもう俺だよ。メガネがないと全く似てないのがバレる。あ、でもはい、メガネちょっといいですか、メガネ。時をかけるで笑う時の松岡さん。え？中山美穂さんに、緊張しまくっていた松岡さん。もう好きでした。もう僕はずっと好きでした。ほんとそうなんですよ。最近だけでも松岡さんいろんなところで僕のね、名前を出していただいたり、痛み入ります。松岡さんとたまたま飲み屋でお会いした時の話とかね、大吉さんが、はい、松岡さん、東山さんのねモノマネをされて、今日もかわいい、
今日かいね。おい、今日かいね。今日かいね。で、それを見た大吉さんが、あの村瀬くんなんかも松岡さんだけじゃなくて東山さんの真似もしてますもんね。戦力越後国。戦力越後国。名前を出していただけるだけでありがたい。いや、そうですね。本当にありがとうございます。